AMD-FX は AMD の X86 系ブルドーザーアーキテクチャのマイクロプロセッサ32ナノメートル SOI を用いて製造される。前のフェナム2の45ナノメートル SOI に比べ劣るものの小さなコアで多コアを実現できるとして開発された。ただし、これは講述する簡略化によって達成されている。 2機の整数演算ユニットが1機のフップーを共有する構成になっているため、フェナム 2X6 やインテル CPU に比べ、不動小数点演算に劣るとの評がある。FX は新しく開発された、ブルドーザーアーキテクチャを採用した CPU である。世界初の4モジュール8コアプロセッサーの触れ込みで発売された。しかしながら、シングルスレッド性能、 マルチスレッド性能とも、インテルのコア i7 には全く立ち打ちできず、価格で勝負することになる。最終モデルは FX-9590 である。フェナム2と比べ、簡略化のため整数演算等のシステムを変えたことによりコアごとのパフォーマンスが劣ることにより、見劣りするとの表が出ている。これは開発者が語っている通り、 デュアルコア以上動作のソフトに対するものによるもので、フェナム2と FX の CPU とソフトウェアの関係に対するアプローチの違いによっている。また、開発者側は CPU の進化が早く、ソフトウェア側が追いついていないとも、容易に FX に最適化された環境がすぐには整わないとも、語っている。しかし、簡略化は容易な性能アップ方法のクロックアップが、 できると主張されている。その他は TDP が上がり気味だった AMD CPU であるが、フェナム2の第1世代ターボコアに対し、改良された第2世代で、クロックアップが容易になったとされている。これらの状況に対して、AMD 側はマイクロソフトに働きかけ、フプーの共有時における癖改善のため、Win7 で f x に対応するパッチを公開した。 後継の WIN8 では、初めから組み込まれている。8コアの FX-8、XXX シリーズ、6コアの FX-6、XXX シリーズ、4コアの FX-4、XXX シリーズの製品が発売される。これらとは別にサーバ向けとして、ブルドーザーベースのアプタランも販売を開始している。ありがとうございます。